ほっちゃんねるです。どうも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 。このメンバーで大人の遠足です。行きましょう。イエーイ。はい。横輪に入りますよ。ただこれでね、横輪でいいというなんか噂を聞いたの。なるほど。あったありました。まだ誰もいないぞ。到着しました。ありがとうございます。苦しゅうないぞ。もうね、最大の感謝を。シャッターポールを狙って、でシャッターで来て、お店の人が働いてるとこ見た時はもう安心だね。ね。いや、もうあそこ見に行きたい。うん、一心で。あ、ちょっと涼しい。よっこいしょ。ああ。やったー。やったー。おはようございます。おはようございます。すいません、大人数なんでもう一番に来ました。ありがとうございます。ちょっとまだ妻が来てないもんで、レイジが。はい。ちょうど僕今、うなぎを生かしとったところです。おっと。あ、おはようございます。あ、今日は、水の地とゆかりちゃんは一応、ペアということで、ペアで白焼きが1尾つけます。はい。で、他の注文は好きなものと。はい。特大1尾か、これは1尾半。そうなの。1尾半でいい。オリオリって、ね、いつもあの、あれですよね、でかい、踏み出るやつ。オリオリは1尾だけど、特大の。うん、いいと思うよ、これ。いや、俺、オリオリ。どうしたの？あの交換をしないこの二人のところがするよな。お前の夫婦か。安いんだよ。満足しかないんだよ。すごい吟味してる。長かったな。まだやごめんね。またちょっとうなぎ見せてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。今日大人の社会見学なんでいいな。うわすごいいっぱいいる。うわすげえ。これがここの川の水で綺麗にお腹をまず泥臭さをなして、今日はここまで、あ、ここまで、うん、ここから下が今日ついたやつなんでまだ使えないんで、いい色だ。食べるやつ。そうですそうです。僕らが食べるやつはこいつです。こいつですね。ありがとうございます。選んでた。ありがたや、ありがたや。わー、おっしゃ。うん、めっちゃ水きれい。ね、おはようございます。お待ちしておりました。もうそうですよね、これをですよね。そうです。水の地さんもありがとうございます。お前認識されてるじゃないか。オリ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 の方、はい、に肝焼きのせいで、はい、桜、はい、桜、桜、はい、オリオリ、オリオリ、ホタル、ホタルと横輪か、うん、横輪、横輪、はい、はい、お会計の方はどのように、一緒に、一緒に、はい、はい、男前だね。お、かっこいい。こんな時だけ。かっこいい。惚れちゃう。すごいね。運転してもらってビール飲ませたらゴチになるっていう。ありがとうございます。この天国。これどうぞ。ゆかりちゃんが昨日くれたおやつ。おやつ。わー、でもパンもあるよ。パンはダメだ。食わすな。今炭水化物を。食わすな。はい。ここでやる？みんなもうここでいいんじゃない？これ濃いめに入れてってやつ。そうそうそう。半分ぐらいになってる。大丈夫。大丈夫。3分の1だよ。すごい。すごいね。うん。横の人顔がこんなになってない。なってるだろうな。うん。それよりかこのカメラの方が怖いわ。すごい数なんですけど。心臓です。あ、動いてる。あ、ほんまや。こんなにちっちゃいの。すごい。ふくふくやん。
音がいいね。だって人の後を待つのが嫌なの。回転もそうは全然全然苦じゃない。失礼いたします。じゃあ来ました、白焼きです。これで1本ですね。うわ、ありがとうございます。すごい匂い、いいな、ビール飲めて。これでビールお待ちしますね。はい、すごいドリームズカムトゥルーやね。いやー、はい、じゃあもう、はい、乾杯、はい、乾杯、お次しましょうか。はい、乾杯。どうもどうもどうも、はい、ともかぱーい、幸せしかない、幸せしかない。いただきます、いただきます、はい、まず何もつけていいんだろう、そのまま、うん、まずはそのまま、うわ、油が横からじゅわっと出てる。もうちょっと寄せとく、うん、なんか涙目になるぐらい美味しい、これ。まず何も、うなぎ。でね、うなぎはそのまんま味になってるね。何の邪魔もないよね、うんうん、うまいとこだけ純粋なうなぎ。なるほど。なんかこの辺、このここ辺いっちゃってくださいよ。何もなしで、うん、食べてから書く、うんうんうん、ふわっふわ、なんか向こうで叫んでる人がおる。でもこれちゃんと醤油とわさびつけた方がいいけど、合うだろうな、うん、合うと思う。美味しい、うん、ココーラ、うん、切ったところだね。幸せ、美味しいやつだったな。シェアしたい、鼻に油すごい。まだまだ、うん、横は、俺、あここの方、結構だ、はい、めくらしてくれへん。これはもう一回行っていいか、いいか、行っていいか、ちょっとまだ、ちょっと行くぞ、はい、いいぞ、ダダーン、うわー、なにこれ、なにこれ、来た、すごい、やっちゃったよ、これ。これがホタルちゃんです。かわいい、かわいい、でもしっかりしてんのよ。十分ですよ。でかっ。今日のでかい。でこれ一ついくからね、そっちへ。ママ、でんでか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 、十文字です。十文字攻め、十文字失礼します。着物じゃないお料理、はい、失礼します。よかった、今日着物整理しなくて、次の楽しみが、うん、あー、うまっ。上だけ食っちゃう癖だもんね。何やってるの。でもこれ上だけ食っても夏より全然、うん、そうか、時期が違うから、うんうん、この身が厚い、うん、どうですか皆さん、美味しかったですか。美味しかったです。よかったっす。これにて大人の社会科見学終わりです。見学見学なのこれ。見学遠足やろ。遠足、大人の遠足だな。ただの遠足だよ。ああ、歩いてもいないけど。すげえな、出口だ。だって美装にしか行けないんだもん。今からケビンとキャサリンのソフトクリームチェック。来たよ。かわいいな。こういう生クリームに近い、うん、ね、うん、うん、でもそこのさ、入れ物がですね、牛乳だけじゃなくて脂肪分入ってるみたいな、うんうんうん、うめえ、違いがすごいわかる、うん、今から眠くなると思うけど歌歌ったりとかさ。あとなんかビデオかなんか見ますか、アンパンマンかなんか。
パンマン。釣りバカにしい。釣りバカにしい。いいね。スーさん。さあ皆様楽しんでいただけましたでしょうか。はーい。それでは秘密基地へと帰りたいと思います。運転手さん。よろしくお願いします。運転手さんよろしくお願いします。ステップ上げました。はい。今上げております。どうでしたか、うなぎ。おりおり。美味しかったです。一日経ってもまだ美味しい。一日経ってもまだ美味しい。記憶が美味しいよね。そう、あとね、あのどこからかこう匂いが蘇る。反すしてるのか。でも初めて、うん、全然違う、なんか全く違うものだった。ね、よかった、うん、気に入ってもらえてね。うん、もうここは本当初めて行って、うん、一口食べた瞬間に、うん、この二人を連れてこなければって言ってたのよ。うん、うなぎ好きだからね。ね、うん、今ねあの白雪がね、野生味があって好きだから。うんうん、そうだね、うん、野生味があるね。でね、もうダイレクトにぐんぐん来るの、うん。うなぎうなぎうなぎって言って。うんうん、ゆかりちゃんはもう。でもピー入れないよ。ピー入れない。なんか初めての食感みたいな。そう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 。白焼きが、うん、お腹空いたところにさらにあガツン、美味しかった、美味しかった、もう一回行きたい。美味しすぎて、ガツンで食べちゃったの。そう、もっともっと、私何回見たらいいんだけども、うん、最初の時は本当に、ガツンだった。もっともうちょっとごめん。でもすごい量なのにね、あそこ。うん、もうちょっと。うんうん、あの噛み締めたから。こちらの白焼きなんか一瞬でなくなったよ。はい、よかったよね。